皆さんこんにちは。本日はじゃん、こちらの可愛らしい桜のコースターの編み方をご紹介します。今回こちらはアクリル毛糸で編んでみました。そしてこの花びらの先端部分なんですけれども、少し丸みを持つように編んでみたんですけれども、同じようなデザインで角がね、角張るように尖らせるようなデザインで編んでみました。両方ともね、とても可愛いかなと思いますが、今回はこの左のデザインで編んでいきます。ただこちらをもっと尖らせたいっていう方は、このデザインの編み方も花びらを編む際にご紹介しますので、ぜひ皆さんお好きなデザインで編んでみてください。そしてこのようにアクリル毛糸で編んでいただいても可愛いですし、コットン毛糸で編んでいただいてもとても可愛くなります。ぜひ皆さんお好みの毛糸の素材で毛糸の色をご用意してください。材料です。まずは、かぎ針です。今回かぎ針、私は 4.5 ミリを使用します。 4.5 ミリは日本サイズで7号から8号ぐらいです。毛糸はダイソーさんで購入しましたメランジテイスのピンク色と、中心部分にはダイソーさんで購入しましたメランジのホワイトグレーという毛糸を使います。あとはハサミととじ針です。それでは早速編み方をご紹介します。本日もよろしくお願いします。はい、それでは早速円の作り目を編みます。まずは指を2本出して毛糸を奥にくるくると2周回します。はい、上の部分をつまみまして、手をこのように広げ、中指と薬指の上に置いて人差し指で折り返し、上の部分を中指と親指でつまみます。かぎ針をこの輪の中に入れて、奥の毛糸を下からかけて手前に引き出していきます。そうするとかぎ針に糸がかかりました。次はこのままかけてこの輪に引き抜きます。はい、そして引き締めます。はい、まずは立ち上がりとしまして、鎖編みを3回編みます。鎖編みはかけてここに引き抜くだけです。1、2、3。はい、そして今編みましたこの鎖編み3回は長編み1回とカウントをします。そしてプラス鎖編みをもう1回します。はい、そして次からはここの輪の中に長編み1、鎖編み1、これを9セットします。長編みはかぎ針に糸をかけて、輪の中にかぎ針を入れて毛糸をかけて引き出してくる。そうするとかぎ針には糸が3本かかってるんですけれども、かけてかぎ針を下に向けて左の2本だけを引き抜く。そうすると残り2本です。かけて残りの2本を一気に引き抜きます。はい、これが長編みです。そして鎖編み1。はい、また長編み、かけて輪の中にかぎ針を入れて引き出す。かぎ針に輪が3本かかっていることを確認して、かけて左の2本を引き抜く。そしてかけて残りの2本を引き抜く。そして鎖編み1回。はい、あとワンセット一緒にします。はい、まずは長編み、かけて左の2本を引き抜く、かけて左の2本を引き抜く。そして鎖編み1回。はい、それでは皆さん引き続きあと、6セット、長編み1回、鎖編み1回を引き続きこの輪の中に編んできてください。はい、引き続き長編みと鎖編みを繰り返し編んできました。それではまずは、こちら置きまして、糸処理分を残して毛糸をカットしてください。はい、そしてかぎ針でこの糸をすべて引き抜きます。はい、まずはではここの輪の中に長編み1と鎖編み1が10回あることを確認します。最初のこの鎖編み3回も長編み1とカウントをするので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、合計で10セットあります。それでは次はこの輪を縮めていこうと思います。編み始めてきた方に毛糸の切れ端があるので、この切れ端と同じ目から出ている別の毛糸を引っ張ると輪が縮まります。はい、それでは次はこの切れ端を引っ張ってさらに引き締めてください。はい、それでは次はここの輪をつなげようと思うんですけれども、この毛糸先ほど切りましたので、今回はとじ針につなげて、とじ針に通してつなげていこうと思います。はい、つなげるところは鎖編みの3目目です。1、2、3、ここですね。長編みとカウントをするので、この3目目が長編みの目になります。そしてあとにした鎖編み1回がここです。この鎖編み1回の1つ前の目、
はい、にとじ針を目を割るように通して奥に持っていきます。はい、そして次、一番最後にしましたこの鎖編みの目の裏から目をとじ針を通して手前に持ってきて、はい、この切れ端をまた手前に持ってきます。はい、そして再度また一番最初のこの鎖編みの3目目にとじ針を通して奥に持っていきます。はい、そしてそのままとじ針から外していただいて大丈夫です。はい、これで1段目の完成です。次は2段目に入るんですけれども、1段目の切れ端、ここで糸処理をされる方はしてください。私は一番最後に一緒にしていこうと思います。それでは2段目で色を変える方は次の毛糸の色を持ってきてください。はい、それでは次は2段目です。私は次はピンク色の毛糸にするので、次の色の毛糸を着まして、まず編み始めるところなんですけれども、この1段目の切れ端が出ているところ、ここが一番最初の目だったんですけれども、この最初にした鎖編み3回の柱の右側、それぞれ1段目では長編みと長編みの間で鎖編み1回しているので、この柱と柱の間には鎖編み1回のスペースがあるんですね。ここにかぎ針を入れまして、次の毛糸の色をかけて手前に引き出して切れ端を出します。はい、そしてここでくくってください。1回くくってるだけで大丈夫だと思います。はい、くくってもこのくくり目は、見えないのでご安心ください。はい、それではまたかぎ針を今くくったここの同じスペースのところに入れて、今から編んでいく次のこの毛糸の色を引き出します。はい、そしてここのスペースの中で鎖編みを3回します。 1,2,3。 はい、今しましたこの鎖編み3回も長編み1回とカウントします。そしてさらに鎖編み1回です。はい、それでは2段目の編み方なんですけれども、前の段でした鎖編み1回でできたスペース、長編みと長編みの間のスペースに今回は長編み3回と鎖編み1回を入れます。それでは次のスペースに、まずは長編み3回、かぎ針に糸をかけて、はい、毛糸を引き出してくる、かけて左の2本を引き抜く、かけて残りの2本を引き抜く、1回目、同じスペースに2回目の長編み、そしてまた同じスペースに3回目の長編みを入れます。はい、そして鎖編み1回です。はい、2段目では各スペースにこのように長編み3、鎖編み1と入れていきます。次のスペースにも長編み1回目、よいしょ、長編み2回目、そして同じスペースに長編み3回目。はい、そして鎖編み1回です。はい、それでは皆さん引き続き次のスペースからも長編み3回と鎖編み1回を編んできてください。一番最初に編み入れたこの鎖編み3回が入っているスペース、ここはまた最後に一緒に編み入れていこうと思います。その手前のスペースまで引き続き編んできてください。はい、引き続き各スペースに長編み3回と鎖編み1回を編んできました。それでは次、一番最初にしましたこの鎖編み3回のスペースに戻ってきたんですけれども、先ほどもお伝えしましたが、この鎖編み3回は長編み1とカウントをするので、このスペースにはもう長編み1回と鎖編み1回が入っているんですね。なのでここには長編みをあと2回入れます。はい、ここのスペースには長編みをあと2回だけ入れます。そしてこの立ち上がりの鎖編みの3回、これを長編み1回とカウントをするので、この鎖編みの 1,2,3 3目目の目を割るようにかぎ針を入れて、ここで引き抜き編みでつなげます。はい、これで2段目の完成です。それでは次は3段目です。今、この毛糸はここの鎖編み一番前の段でしました最初の目から出てるんですけれども、一つずらします。次のスペース、前の段でした鎖編み1回のスペースにかぎ針を入れて、ここに引き抜き編みをします。
はい。そして今回はまたここからスタートで編んでいくんですけれども、3段目、この最後の段の編み方です。ここのスペースはこのまま引き抜き編みで置いておきまして、次は長編み3回入ってるんですけれども、最初の長編みの目には中長編みを入れます。中長編みの編み方は長編みと似ていて、かぎ針に糸をかけて、この目にかぎ針を入れて糸をかけて手前に引き出す。そうするとかぎ針には輪が3本あるんですけれども、中長編みの場合はかけてこれを一気に引き抜きます。よいしょ。はい、これが中長編みです。次、2つ目の長編みの目には長編みをまた1回入れます。かけて左の2本、そして残りの2本。はい。そして次です。ここの3つ目、長編みの3つ目の目には長々編みを3回入れます。長々編みの編み方はかぎ針に毛糸を2回かけて、この輪にかぎ針を入れて引き出す。そうするとかぎ針の上には輪が4本かかってるんですけれども、かけて左の2本を引き抜く、かけて左の2本を引き抜く、かけて残りの2本を引き抜きます。もう1回この同じ目に長々編みをもう1回入れます。ここの目には長々編みの増し目になります。ここの下の段でした長編み3つの3目目には長々編みが2回入りました。そして次は鎖編みを2回します。1、2。はい。今は花びらの1つ目を編んでるんですけれども、私と同じく花びらの先端を少し丸める方はこの鎖編み2目をした後に、また次のスペース、鎖編み1回のこのスペースに長編みを入れます。もしこの花びらの先端を尖らせたい方は、この今しました鎖編み1目目2目目の1目目の裏山、ここですね、ここに鎖編みを入れて引き抜き編みをしてください。はい。そうするとここの角の部分が尖るんですね。そしてこのまま、かぎ針に糸をかけてこのスペースに、長編みをしてください。私は今回は角は丸めるバージョンで編んでいくので、引き抜き編みはせずにこの鎖編み2回をした状態で次のスペースに長編みを入れます。長編みと長編みの間の鎖編み1回で作ったスペースに長編みを入れます。はい。そしてまたここで、よいしょ、鎖編みを2回です。はい。そして先ほど尖らせた方はまたこの鎖編みの1回目と2回目のこの1回目の裏の裏山にかぎ針を入れて、引き抜き編みをして尖らせてください。私の場合は少し丸めに編みますので、次また左右対称になるように次のこの長編みの目の目を両目をすくうようにかぎ針を入れて、ここには長々編みを2回入れます。かぎ針に2回かけて両目をすくうようにかぎ針を入れて引き出す。かぎ針の上には毛糸が4本あるんですけれども、かけてまずは左の2本、かけて左の2本、そしてかけて残りの2本です。はい。同じ目にもう1回長々編みを入れます。かけて左の2本、かけて左の2本、そしてかけて残りの2本です。はい。それでは次、前の段でしたこの長編み3セットの真ん中の長編みの目ですね。ここには長編みを1回です。はい。そして次、この3つ目の長編みの目には中長編みを入れます。中長編みはかぎ針に3本かかっているものをかけて一気に引き抜くだけです。はい。そして次は同じくまたこの間でした、鎖編み1回でできたスペースですね。このスペースにかぎ針を入れてここで引き抜き編みをします。はい。これでまずは1つ目の、花びらができました。それではもう1セット一緒に編んでいこうと思います。はい。それではもう1セット一緒に編んでいきます。今はまた長編みと長編みの間の、スペースに引き抜き編みをしたところで終わってるんですけれども、先ほどと同様です。
次の長編みの目にまずは中長編みを入れます。中長編みは3本一気に引き抜きます。はい、そして次2個目の長編みの目にはこの目にも長編みを入れます。長編みはかけて左の2本を引き抜く、そして残りの2本を引き抜く。はい、そして次3つ目の長編みの目には長々編みを2回入れます。長々編みはかぎ針に2回毛糸をかけて、両目にかぎ針を入れて毛糸をかけて引き出す。そうするとかぎ針の上には毛糸の輪が4本あるんですけれども、これをかけて左の2本を引き抜く、かけて左の2本を引き抜く、そしてかけて左の2本を引き抜きます。もう1セットです。2回かけてこの目にかぎ針を入れて引き抜く、はい、そしてかけて左の2本を引き抜く、かけて左の2本を引き抜く、そしてかけて残りの2本を引き抜きます。そして花びらの上の部分ですね、鎖編みを2回します。先ほど、尖らせた方は今回もこの鎖編みの1目めのここの裏山に引き抜き編みをしてください。はい、私は少し丸みを持たせて作るのでこのまま長編みです。かぎ針に糸をかけて前の段でしたこの鎖編み1回でできたスペースにかぎ針を入れてここに長編みをします。はい、そしてまた鎖編みを2回です。はい、尖らす方はこの1回目の鎖編みの裏山に引き抜き編みをしてください。そして今回はまた次の長編みの目、ここがちょっと見にくいかもしれないんですけれども、ここと間違えるかもしれませんがこっちです。はい、こちらに長々編みを2回します。2回かけてここの目に長々編み、まずは1回目、そして2回目、2回かけて同じ目にかぎ針を入れて、はい、まず左の2本を引き抜く、左の2本を引き抜く、そして残りの2本を引き抜く。はい、それでは次の長編みの目には今回も長編みです。はい、よいしょ。はい、そして次の長編みの3つ目の目には中長編みを入れます。はい、よいしょ。そして次、長編み3と長編み3の間には鎖編み1回のスペースがあるので、ここに引き抜き編みです。はい。これで花びらの2つ目が完成しました。それでは引き続き、あと3セットですね。同じように繰り返して編んできてください。はい、引き続き花びらを編んできました。今は最後の目に中長編みを入れたところです。本来ですと次の目にまたかぎ針で引き抜き編みをしてつなげるんですけれども、最後のつなげ方はとじ針でつなげようと思います。糸処理分を残して毛糸をまずはカットしてください。はい、そしてかぎ針でこの毛糸をすべて引き出して、この切れ端をとじ針に通します。それでは最後はとじ針でつなげていきます。一番最初にここの鎖編み1回でできたスペースに引き抜き編みで目を移動させたんですけれども、その引き抜き編みの目がここになります。両目に通す感じで、はい、とじ針を奥に持っていきます。はい、でもう一度一番最後にしましたこの最後の鎖編みの目、裏からこの最後の鎖編みの目の目を割るように表に針を持ってきます。はい、そして再度一番最初にしましたここの引き抜き編みの目にとじ針を通して奥に持っていきます。はい、これで花びらと花びらがしっかりとくっつきました。それではあとはですね、裏で糸処理を行ってください。同じ毛糸の色のところで糸処理をしていただくと表に響きにくいかなと思います。はい、糸処理も終わり、完成しました。皆さんいかがでしょうか。可愛く仕上がりましたか。裏はこんな感じです。はい、編む時にちょっとクシュッとしながら編みますので、なかなか平らに完成時なっていない方多いかもしれませんが、少し手で押さえるか、重たい本など上に置いて少し置いておくと平らになると思います。
でこちらの角なんですけれども、もう少しちょっとか配った方がいいなと思われる方は指でこの鎖編みに返したところをちょっとつまんであげると少し角張るかなと思います。特にアクリル毛糸の方はね、形がつきやすいので、はい、少し角張ってくれるかなと思います。はい、本日はこちらの可愛らしい桜のコースターの編み方をご紹介しました。もし今回の動画が分かりやすかったよとか可愛く仕上がったと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。本日も一緒に編んでいただきましてありがとうございました。